命の里チャンネル。いや、かぶってんじゃん。はい、こんにちは、ハロケンです。ビジョン直哉です。どうもです。どうもです。はい、本日はですね、はいはい、スパロさん、はい、あのヤバい畑が一つありまして、ヤバいことになってますね。ちょっとこのさつまいも畑なんですけど、とんでもないことです。皆さん見えますかね。ちょっとヤバくなってていて、ここをね、この畑はちょっと今さつまいも見え近く、あ、これなんですけど、さつまいも、さつまいもの葉っぱこれなんですけど、ちょっとね今草にちょっと覆われていて、ここを僕たち2人で30分間で、あのどんくらい綺麗にできるかというのを皆様に、はい、まあ、使うのはこちら、はい、この前ご紹介したハンマーナイフ、はい、はい、スパローさんの相方はこのハンマーナイフです。で、僕はこの手の草刈りで、戦おうと思いますので。ビジョン直哉さん、白目向かないようにね。本当ですよ、草刈りはね、白目向いちゃダメです。なのでね、では30分間頑張ります。どうぞ皆様見てってください。まだ17分だ。まだ20分だ。さん、すごい綺麗になりましたね。だいぶすっきりしましたね。ルールが見えなかったけどね、ようやく分かって。そうっすよね、さつまいもこんにちはしてきました。しかも通路もさつまいもの苗が来てましたもんね。だいぶね、すごいですね。そう、こんな感じで今ほら、これちなみに切っちゃって大丈夫だった？切っちゃってもう大丈夫です。で、今どんくらい大きいかちょっと、はい、じゃあ最後に、じゃあ掘ってみますか。はい、どんくらい育ってるか、どの子にしようかな。じゃあこの子にしようかな。はい、雑草もあるんですけど、すごいしよいしょ。さあ一気にいきますね。じゃあどんくらい、おほら見てください、見てください。すごいね、この雑草もすごいけど、よいしょ、はい、どこ行った。はい、ほら見てください、取っちゃうか。今7月30日30ですね。僕たちは正直あと2ヶ月ぐらいで取っていこうかなと思ってます、はいはいはい、なので見てください、もうこのぐらいでかいんですよ。見えるかな、皆さん。これね、ほら3つ分かる、ほら。いや、すごいできてますね。できてますね。あとね、2つぐらいできて、まあ、2ヶ月ぐらいして、ちょっとこれは大きい方ですね。うん、大きい方、うん。これが9月末、
庭もできてくるって感じです。でも育ってますね、だいぶね、育ってますね、だいぶ育ってるって感じで、うん、じゃあ僕たち30分でだいたいまあ綺麗にできましたということで、うん、本日は終わります。はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。